はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。12時半を回りました。6月の24日の土曜日でございますね。これは昨日23日に出た記事、現代ビジネスでございまして、私も不定期に原稿を出させていただいております。はい、また電話かかってきえへんやろかと思ってちょっと心配しますけども台湾は本気で、中国と戦うつもりがあるのか…米台湾支持派は裏切られたと大激怒している長谷川幸寛さんという方ですね。台湾は本気で中国と戦うつもりがあるのか、そんな疑念が米国の台湾支持派の間で強まっている。きっかけは改革ですね。事実上の台湾駐米大使の発言だった。米国はかねて台湾の防衛姿勢にも不満を募らせていた。米国と台湾の間で一体何が起きているのか。問題の発言は米、クリスチャンサイエンスモニターが5月30日に開いた記者懇談会で、台湾の駐米代表であるショウ・ビギンの口から飛び出した彼女の精神彼女の正式な肩書きは中米台北経済文化代表だが、事実上の中米大使である、この発言ですね。ウクライナ戦争は台湾の安全保障や防衛について理解を深める上で多くの注目を集めてきた。我々にも悲劇が繰り返されないように台湾を支援する方策やイニシアチブ行動について、多くの問題が提起されて5月30日付の同紙、ロシアに対するウクライナの反撃は侵略がコストなしで罰せられることなく実行可能だという考えを抑止する上で鍵になる。侵略を考えている人たちに我々はそれを理解させなければならない。したがってウクライナ勝利は台湾にとっても重要だと思う。これ普通だと思うんですけどね。北京が侵攻は成功しない、侵攻すれば国際的に徹底的な反撃を受けるという教訓を学ぶように臨む。まあ別に普通やん。台湾は徴兵期間を4ヶ月から1年に延長した。米国との軍事訓練も強化した。 F-16 戦闘機のメンテナンス能力も向上していると。これええやん。重要なのは次の部分だ。台湾が米国に注文している武器は他国とは異なるラインで扱われているので米国から供与が滞る事態は心配していない。もうまあええやん。米国は台湾向けの生産ラインで作った武器をウクライナに供与しているわけではない。台湾から召し上げて他に提供しているのではない。別にええやん。まああんまりよろしくないですかね。ウクライナへの支援は我々にも関係している。支援が侵攻抑止に役立ち、侵略者にコストを支払わせているからだ。ウクライナへの国際的支援は米国と同盟国の信頼性を確保するよりも、まあ、ええやん別に。これの発言は一見もっともらしい。そうやん。ところが米国の台湾支持派にとっては全くそうではなかった。彼らは台湾を支持して何としても中国の武力侵攻を阻止しようと注意しているからこそウクライナ支援を見直して台湾防衛を優先すべきだと強く訴えてきたからだと。そうなんですか。共和党のケビン・マッカーシー氏は下院議長就任前に、ウクライナ支援に白紙の小切手はありえないと語っている。120億ドルの支援を決めた上下院の投票ではドナルド・トランプ前大統領とを支持する共和党員を中心にいずれも2桁の票の反対票が投じられた。2桁の数の反対票が投じられた。飛ばしますね。飛ばします。この事実上の駐米大使の女性の発言がですね、台湾支持派議員にはですね受けなかった。つまりウクライナなんか支援せんでもいいから我々に武器よこせと言うてほしかったそうなんですね。
うん、ところが台湾代表の発言はですねちょっと弱いというですね。3月6日付の A エコノミスト氏は、台湾が大型武器に固執するのは、台湾が中国大陸を取り戻すという昔の夢に取り憑かれているからだと指摘した。台湾は中国に侵攻するつもりなのか、そうだとすれば呆れたとしか言いようがない。この彼女が言及したウクライナ支援をやめたら米国の信頼性が傷つくという論点についても、リアリストの学者たちが批判していると。まあ、ちょっとまあこの辺飛ばしましょう。これちょっと難しい記事ですね。1ページ目貼っておきますね。私がね危惧するのはですね、まあそういうこのウクライナに絡めてるんではなくてね、台湾自身にねもうやる気があるのかということですねウクライナは十分根性を見せてますよ、ほんまに。もうなんていうか、ロシアと一緒になるなんてとんでもないって言ってですね、もう鋼の抵抗をしていますよね。ところがですね、台湾それやるということですね。やってもらわないとですね、困るんですよね、日本もアメリカも。台湾がやすやすと中国のものになってしまえばですね、中国はよし次はってこう来るわけですよ。次は沖縄だったりするわけですよ。いやもう尖閣は確実に取られますね、そうなると。台湾が必死で、ウクライナみたいに必死で戦って、そこにアメリカが駆けつけていくというのが最良のシナリオなんですね。ところが台湾の 国内というか、まあ、国内ですね、にはですね、別に中国と一緒になってもええやんという人たちがいるんですよ。まあ、それは国民党を中心とした人たちであってですね、いや、はっきり言って台湾は分裂をしています、国内が。で、中国はそこにつけ入ろうと しているんですね。で、私が見るにどうもね、台湾の軍部もともとは国民党がやってきた軍、連れてきた軍隊なんですけども、からこう70年経ってるわけなんですけども、なんかね、いまいちね、中国来たらみたいな、そういう感じには見受けられないんですよね。まあ、必死の抵抗をね、防衛を見せると、いうよりもですね、はいはい白い旗で上げてみたいなですね、そうなるんちゃうんかなという気がします。いまいちやる気は見えないなという感じがするわけなんですね。だからですね、あっさりね中国に取られてしまったらですね、中国調子づきますからね。で、抵抗してもらわないと国際社会は中国に対して自らを痛めてまでの経済制裁をしようという気にはならないんですよ、当たり前ですけど。そのあたりですね、台湾どこまでも本気なんやというのはありますね。ここにもちらっと出てきてますけど、武器ばっかり欲しがるんですよ、アメリカ製の最新鋭の。でしかもあんまり防衛に向いてる武器というよりも、最新鋭の、まあ、中国の戦闘機と戦えるような最新鋭の戦闘機とかね、潜水艦とかね、潜水艦君まあまあ持っててもいいけどもと、いまいち本気度が感じられないですね。で、なんて言いますか、防御陣地を固めてるとかね、そういうふうにも伝わってこないわけでして、いやこれね、習近平がそこをですね呼んでですね、よっしゃ行くでって行った場合にですね、あっさりと両手を上げてしまう可能性がですね、ありそうやという気はしますね。それはね、まあ、彼らがそうしたいんであればもうしゃあないですけど、基本的にじゃあ今までね、一生懸命台湾を支援してきた日本やアメリカはならないねという話になります。私あんまり台湾の事情には詳しくありませんが、あそこは分断をされています。まあ、分かりやすくは国民党と民進党なんですけど、基本的に国民党は中国と一緒になってもええやんと、ええやんそれくらいはという感じですね。いや、ウクライナもね、ロシア派はいたことはいたと思うんですけど、やっぱりそれ以上にウクライナ人が強かったわけですよね、自分たちを守ろうと。だってゼレンスキーにしたところで、あいつネイティブはロシア語なんですよ。ネイティブはロシア語だけども、今は一生懸命ウクライナ語を喋ってですね、ウクライナ語で演説してるわけですよ。
それだけやっぱりロシアアレルギーがあるわけですね。今の台湾にそこまで、そこまでの意識があるんかというと、やや疑問でございます。この現代ビジネスの1ページ目を貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。